宮古島市平良下里の公設市場前からお伝えします。普段この時間は観光客や住民が行き交う姿が見られるということですが、足元に気をつけながら帰宅している小学生や傘を必死に差して歩く女性の姿が見られたほか、今は人影もまばらです。宮古島市では朝から雨や風が徐々に強くなってきており、台風の接近が感じられます。車で移動する際には強い雨で前が見づらくなったり、強風にハンドルを取られるような感覚もありました。また一部で停電が発生しているという情報もあり、先ほど実際に宮古空港前の交差点で消えている信号も見受けられました。宮古島市ではこの後最大瞬間風速45メートルの強い風が吹くと予想されています。厳重な警戒が必要です。